女湯で流し中のサンスケ。ジョルジュビ号がサンスケとは、江戸時代中頃から現代における日本の銭湯で働いていた男性労働者。風呂焚き上げたがかり、また男湯、女湯で入浴者の背中を流すなど、銭湯における直接関節のサービスに従事した。サンスケ死亡者は町の風呂屋に雇用されると、まず見習いとなり、昼間は 第八社を引いて不審状をやか屋解体現場に行き、釜焚きの焚き木になる廃材や小材木をもらってくる、外回りを務める。忙しい夕方になると、入り口で客が脱いだ履物の出し入れや預かり管理する、下足番を務める。見習い2から3年目から釜焚きに参加し、四角の体を洗う、流しに出るようになると三助と名乗ることが可能となり、客からも、そのように呼ばれた。 戦闘入場時の料金の他に、サンスケに対し、流し台の別料金を支払った四角に対し、あらかじめ用意した止めおけという小判型の専用おけを持ち、一般にはふんどし姿、場合によっては半桃もも引きを履き、浴室で背中などの体を洗う接客に従事した。昭和初期においても一人前のサンスケと認められるには、約十年は働くことが必要であり、 長期間勤めた者は雇用主の代わりに銭湯の番台を勤めることもあった。三助となった男性は資金を蓄えた後は銭湯経営者として独立することが多かった。三助の三は水産の三の意味で水産やその他雑用を勤めたことによる。現代のように銭湯の浴室で浴角の赤すりや体を洗う接客、その他雑用を行った。 男性費用者を一般に指すようになるのは教法、または、火世紀以降である。それ以前の江戸時代は、雑用に十字し身分の低い男性方向人である、下男や小物の通称が三助であった。このほか公衆浴場氏に紹介されている説として、江戸時代の銭湯で働き者として、人気だった、越後国出身の兄弟三人が由来という伝承も、ある。 またい説として、奈良時代に天然痘が蔓延したとき、聖武天皇の記載であった光明皇后は浴室を建設し、自ら患者の治療に献身した。この折に三人の天使が皇后を助けた。彼らは三天と呼ばれ、これが後の三助の後の由来になったとも言う。浴室において三助が行う、四角の体を洗ったり、赤すりなどの接客を、 流しという。三助は、番台から流しを希望する客がいる旨を受けると、桶に湯を組んで流し場へ用意し、その桶のの元へとやってきた客に対して、流しを行う。客が複数いる場合などは、待ち時間やその順番を間違わないよう気を使い、手際よく流しを進めていく必要があった。三助は、男女問わず、流しを提供しており、大勢の裸の女性客に混じって、 流しをする必要があることから、その環境への耐性を身につけないと、サンスケの仕事は務まらなかったという。サンスケ自身はもちろん、流しをされる女性の側も女湯に、サンスケが存在することに周知を感じることはなかったと、される。流しを終えた後、客から流しの札を受け取ることで、その客への流しの接客が完了する。その札の数によって、給料の他に、 ブアイキルがつく、給料形態となっていた。なお、サンスケの給料は、前頭の男性費用者の中では最も高額であった。江戸時代初期までは女性によって、この種のサービスが提供されていたが、次第に、性的なサービスに変質してゆき、時の異性者によって禁止された。ユナの禁止に伴い、代わって男性が、四角の赤かきの役割を担うようになった。サンスケは、 戦闘の主に使える男衆の中の階級の一つであり、費用者としての最高の位に当たる。流しは昭和中頃に流星を誇り、入浴時の贅沢として捉えられていた。しかし、ボイラーや一般家庭への浴室の普及が進むにつれて、サンスケの需要が減少していき、それに伴い流しのサービスも衰退していった。日本で実動していた最後のサンスケは、 東京都荒川区東日暮里にある斉藤湯の一人のみだったが、高齢のため2013年12月29日をもって流し業務を終了した。1回400円で男性、女性問わず流しを受けることができ、休日には全国各地から流しを受けに来訪する客もいた。斉藤湯には2018年時点でも流しを希望する電話がかかってくることがあるという。 また2018年からは東京都目黒区緑ヶ丘にある緑湯が市圧市による現代版三助サービスを復活させた。なお、銭湯ではないものの東京都墨田区にある東京楽天地9階の楽天地スパでは近いサービスを受けることができる。他に都内近郊としては健康センターを全国で初めて営業した湯の泉草加健康センター。 相模健康センター透明厚木健康センターがサンスケサービスを無料提供している。ありがとうございます。